おうまいうまい。はい、皆さんこんにちは。キレダスチャンネルのドビです。この動画では多くの方の投球送球の課題解決につながる動画を配信していきますので、よろしくお願いします。今日は横浜市の近くにある大正少年野球部に、キレダスの体験会に来ています。テクニカルピッチでね、キレダスやる前と後に計測して、どのような変化が起こるかすごく楽しみにしています。よろしくお願いします。どういうボール投げれるようになりたいですか？ストレート伸びのあるボールが投げれるようになりたい。じゃあそれ投げれるように、どんなボール投げるかテクニカルピッチで測るんで、じゃあ一回投げてみましょうか。76キロの923回転です。理想のボールとかあります？伸びがあって外角にバンって入るやつ。外角にバンって、はい、あ、いいですね。じゃあちょっとテクニカルピッチで測ってみましょう。ナイスボール、めちゃめちゃいいボール。91キロの1262回転、いい感じです。ナイスボール。お、おうまいうまい。楽しい？それはよかった。いいね。ベースに当てるぐらいで。ナイスボール。85の1245。上がった。めちゃめちゃ速くなって。おお、ナイスボール。そう、ナイスボール。67の1135回転です。オッケー。どうでしたか？いつものキャッチボールは上にも行けないし、キレもなんもないだったけど、キレダスをやってから、なんかちょっといつもと違うなって感じで。ボールが離れる感覚？いいっすか？じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。目に見えて効果が感じられる子が、はい、特に4人測ったうちの1人目がやっぱ一番効果に実に現れてたなと思ったので、はい、あ、なるほど。まあ、正しく使って正しい投げ方
すれば、ちゃんとした効果が出るんだなっていうのを思いました。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。対象少年野球部の、キレラスの体験会、終わりました。本当に、効果を感じていただけたなと思って、強風だったんですけどね、もう選手のみんな実感していただけたようですごく良かったです。あとはですね、キレラスの握り方ですね、しっかり握れている子がね、テクニカルピッチを計測してもらったり、選手をはじめすごくいいなと感じました。このチャンネルでは、多くの方の投球送球の課題解決につながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。